で、このバスはどうしてもやっぱり役場はやりたかったのは阿寒国立公園なんです。ね、私とその阿寒国立公園は昭和9年日光阿蘇大雪とともに日本で最初に国立公園の指定を受けたものなんです。ね、その阿寒国立公園の6割を私どもの町手塚